はい、皆さんこんにちは、レナです。今日はミュンヘンでラーメンを食べたいと思います。前回はラーメン屋行ったんですけど、今回は多分本物の日本人がやってるラーメン屋さん、タクミです。だから今回はより美味しくなるかどうかチェックしたいと思います。ちなみに日本食はどれぐらいぶりですか、社長？2週間 ?3 週間ぐらい？かなり食べておりませんので、まあね、感動すると思いますよ。そうでしょ。はい、着きましたよ。匠ドアが開いてて、でも閉まってるって書いてある。え、休み？どうでしょう。わかんない。12時からオープンするかな。これ、ゲシロッセン Closed。 ゲシロッセン。ちなみにこの匠のお店があるのはね、ミュンヘンのど真ん中です。あっち側にマリーンプラッツがあって、そのすごい近くに匠があります。ちなみにね、ちっちゃい行列できてます。匠がオープンするのを待ってる人たちが5、6人いますね。その一人がレナさんです。そうだよ。あ、美味しいものがあるよ。美味しそうなもの。ラーメンがメインですけど。お、枝豆とかたこ焼きとか、あ、唐揚げとかもある。 あるよ。うわ、ライスもある。美味しそう。ライスが美味しそうなの。うん、もう白ご飯でもすごい美味しそうだよ。そのレベル。やばいね。ここにビーガンメニューがあるよ。おー、ドイツっぽい ね。見てください、人の行列が増えました。ちなみにドイツ人は一列で並ぶことを知らないらしいです。みんな適当にこう並んでるから誰が先頭か分かんない。まあね、日本だったらこう一列にピッと並べる。大丈夫大丈夫。Do you want to ask? Do you want to ask? 私たち2番目ですか。うん、今は4です。やっと入れます。楽しみです。ハロー、ツーツワイト。ここになんかチキンベースとビーガンベース、ビーガンというのが野菜ベースかな。で、まあ、ドイツ人はなんかあのビーガンの人とかが多いから、まあ、それに向けてビーガンを作ったんだけど、日本に一回も見たことないよね、ビーガンラーメ ン。なかなかない。ないね。で、チキンベースのラーメンが何種類かあって、味噌とか醤油とかいろいろ含めていろんなラーメンの種類があって、すごい美味しそうだよ。柚子塩もあるね。あ、なんかドイツ人柚子塩好きなのかな。そうかもね。前回行ったラーメン屋さんも柚子塩あったからね。日本だとあんま見ないけど、もう絶対に美味しいよ、ね、あのこうフレッシュな感じがするから、うん、で、サイドメニューがありますよ。餃子とか、まあ、定番でしょ、ラーメンプラス餃子、うん、そうだね。唐揚げもあるし、枝豆もあるし、うん、照り焼きチキンもあるよ。うまそう。なんでかわかんないけど、たこ焼きもあるよ。4つ、ね、5個で 6.9 ユーロ。高い。すごい。1玉 1.5 ユーロぐらいでしょ。200円、1粒200円だよ。皆さん想像してみてください。え、なんかあんまり気づいてなかったけど、丼とかカレーもあるよ。もうだから日本食レストランね、ラーメン屋ってよりはジャパニーズレストランって感じかもしれない。ちなみにね、生ビールも売ってます。キリン生ビールショーが 4.5 ユーロ。すごいよね、ここに生置いてある、ね、生どうやって樽を日本から輸入してんのかな。そうじゃない。生ビールの台が 6.9 ユーロ。まあでもドイツのビールとそう変わらない、うん、値段は。だから別に高くもないし。飲みますか。ダメ。ケチくそ。Hallo, einmal das Paitan-Ramen bitte, dann Shoyu-Ramen und dann hätten wir gerne die Gyoza. Und die Gyoza, einmal? Ja, einmal. Kimashita Gyoza. いい匂いする。すごい日本と一緒だよね。焦げ目ちゃんとついてるし美味しそう。キッコーマンの醤油です、うん、餃子のタレがない。はい、じゃあいただきますよ。美味しい。うわ、すごい餃子のいい香りしてきた。そう、ちゃんとニンニクも入ってるね。
美味しい。皮がもちもちで中具沢山でニンニクの香りがすごい効いてる。あ、もちもちで美味しいわこれ。この餃子日本で出ても何も違和感感じないかも。うん、多分感じない。普通に美味しい餃子だねってなる。見てこの中、サイズもいいし、中もパンパンだし、見た目もいいし、ね、焼き具合もいいし、身が美味しいし、もちもちだし、完璧な餃子。ちなみにこの餃子はラーメンとセットで、餃子自体は4ユーロ、うん、6個入ってたから、うん、6個で4ユーロ。ちょっと日本より高いけどいいよ、うん。オープンして15分で満員になりました。まあ25分だけど、そうだよ、人が待ってる。すごい、45分経ちましたよ、タカちゃん。ラーメンが出てきません。まだです。餃子は出てきたけど、ラーメンが。なんでそんな時間かかるの？わかんない。日本のラーメンはなんかこう2分かからないぐらいで出てる、ね、2、3分でパパッと出てくるけど。なんでドイツ流なんだよね、待たせるっていうのは。はあ、あれ違った。そろそろ飽きてほしいな。あれまた違った。ちょっと、ラーメン屋に座って1時間経ちました。まだラーメン出てきません。怒るよ。社長はお腹ペコペコで、さすがにおかしいね。多分メニュー入ってないなこれ。聞いてみよう。Entschuldigung, kommt uns das auch bald? Alles kommt gleich, ja. 来ますよって。来るって。来ました。Dankeschön. Dankeschön. 来ました。うわ、美味しそう。1時間7分かかりましたよ。厳しいですよ、社長。いや、それは厳しくなるよ。すっごい美味しそうだよ、両方とも。ね、はい、どうぞ。めっちゃ美味しそうだよ。めちゃくちゃ。まずスープからじゃないですか。スープから。美味しそう。パイタン。すごい。すっごい濃厚な鶏からスープだよ。ほぼ豚骨だけど鶏。待った甲斐がありますか。まあ、めっちゃお腹減ってるよ。何でも美味しいと言うよ。麺もちょっとあれだね、太麺だね。うん、なんかもちもちね。出そうな感じ、ね、うん、ちゃんともちもちしてるよ、うん、なんか手作り感はあるよ。あとなんかさ、唐揚げと煮卵とこれ鶏そぼろ、うん、そぼろも入ってるのね。あとチンゲン菜も入ってる。はい、こちらは醤油ラーメンです。普通の醤油ラーメンに見えるね。うん、照り焼きチキンも入ってるスープ。おお、醤油美味しい。久々の日本食、やっぱ美味しい。うん、はい、静かに食べた方がいいんじゃない。ここはドイツだよ。こうやってこうやって食べた方がいい、うん、そうだよ。確かに周り誰もすすってないね。そうだよ。本当もちもちだわ麺は。うん、美味しい。そう、交換ですか。交換です。パイタンもうまそうですね。スープ飲もう。あ、パイタンのが美味しい。あ、うん、パイタンうま。すっごいさっぱりしてるね。そう、さっぱり醤油。そう、これすごい濃厚のパイタンで、そっちは醤油だけどさっぱり醤油だけど、ちゃんと麺にスープが絡まってるから美味しいよ。同じ麺なのに、うん、両方に合うね。うん、照り焼きチキンだね。チキン、うん、なんか味つけてた。おいしい。照り焼きなんじゃない、うん、ちょっと甘いチキンの。そう、社長、この醤油ラーメン私のですけど、もうずっと食べてますけど大丈夫ですか。仲良く仲良くレナが食べて、仲良くレナが食べるってことだね。そうよ。どっちがいい、パイタンか醤油か。うーん、難しい。どっちも美味しいよ。
食べっぷりいいですね、うん、なんか醤油の方がさっぱりしてるから美味しい。一口食べるんだったらこっちの方が美味しい、うん、一人前食べるんだったら醤油の方が美味しいかもしれない、うん、煮卵あるよね。煮卵なんてドイツで作れるんだね。美味しいよ、ちょうどいいの、あの硬さちゃんと染み込んでる味。あ、どうぞ。うまい。あと俺にあげるときに別にレナの口開ける必要ないよ。レナもなんか自分が食べてるつもりになってる、もしかして。うわー、うまい。タカが両方食べたよ。今バレましたよ。違うよ、ずるいよ。タカがこれを食べて、タカがこれも食べて。ずるいずるい。私はまだめちゃめちゃお腹減ってる。ノーノーノー、レナが全部食べたやつを最後スープだけしか俺もらえてないよ。ノーノーノー。皆さんどっちを信じますか。私でしょ。どっちを信じますかね。私でしょ。今までの動画見てる人はレナが食べてることを知ってますよ。ごちそうさまでした。うん、うん、すごい並んでる。うわ、大行列してる。並んでる。はい、お腹いっぱい食べました。店員さんも日本語喋れたね。うん、だから私たちの話もあの途中途中に分かってたかもしれないかもしれないやね。パイタンラーメンと醤油ラーメンでしたけど美味しかったです。美味しかったけど日本とちょっと違うなという感じだったよ。どこが違いました。なんか醤油ラーメンちょっと甘い。あ、そうそうそう、甘かったし、なんかパイタンラーメンも美味しかったけどあんま食べたことない感じ。だからそもそも俺パイタンラーメンを日本であんま食べたことないからでしょ。ちなみにお値段いくらでしたか。2つのラーメンと餃子で33ユーロ、うん、33ユーロ。皆さんどう思いますか、高いですか安いですか。4600円プラスチップ約5000円。ラーメン昼飯食べてラーメン2杯と餃子で5000円はちょっと高いかもね。ちょっと高いかもね。まあでも日本を思い出させてくれる味だし、ミュンヘンで食べるって考えると全然ありだと思います。いやもう本当にミュンヘンに何でもありますよね。この動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。バイバーイ。